億万長者シリーズ第10話になりますけども、第10話はですね、ビジネスは怠慢だというタイトルでお届けしようかと思います。怠慢っていうのはね、サボるっていう意味の怠慢ではなくて、1対1が基本ですよってことなんですよ。これはですね、家電量販店でもお客さんが来た時に、そのお客さんに一人の担当者がさささと詰め寄っていって、この洗濯機いかがでしょうかとかね、こちらの、暖房はいかがでしょうか、エアコンはいかがでしょうかって形で、一人のお客さん、もしくは一組のお客さんに一人の販売員の方が寄り添ってくると思うんですよ。で、この精神でいくとですね、このネットビジネスも初心者の頃っていうのは、一人のお客さんに対して一人の、ね、自分がしっかりと向かっていくことが基本だと思います。慣れていくと、一人の発信で1万人とか2万人に対してセールスをするってことができますけども、そもそも私たちには数万人というね、顧客を集める力がありませんので、やっぱり少数の人に訴えかけていく力しかないわけですよ。このね、動画をご覧になっている皆さんが、私は1000人とか2000人を集めることができますよってことでしたら、また話は変わってきますけども、多分ね、10人とか100人を集めることにも四苦八苦してるんではないかなと思うんですよ。そうなんですよ、10人とか100人とかよりも1人集められればいいんですよ。その1人に対して自分の思いを、自分の商品をしっかりとぶつけていくことによって、このワントゥーワンというものが成り立ちます。そうなんですよね、ビジネスは怠慢なんですよ。こういった精神でやっていただきたいなっていうと、あとはね、前提条件として、私たちは何のためにね、お金を稼ぐのか、何のためにビジネスをするのかっていうと、お客様のためとかね、社会貢献のためとかいろいろ言いますけども、結局は借金を返すためにやっている人が大半だと思います。借金ですよ。今皆さんのところにも借金があると思うんですよ。稼ぐことによってその借金を減らせたらいいですよね。だからそのためなんですよ。隠しても同じです。ローンがあったり、家のローンがあったりね、車のローンがあったりとかするわけじゃないですか。で、もしかしたら消費者金融にお金を借りてるかもしれませんし、銀行にお金を借りてるかもしれませんし、友達とかね、親に借りてるかもしれません。その借金を返すためにビジネスをするんではないんですか。もしくはですね、将来できうる出費に対しての借金を返してるという言い方もできます。自分は今借金がないけども、将来欲しいものがあるから、それを買うために、もしくは将来、お金を使うことが予想されるんで、それを今のうちに稼いでおこうかなっていう形でビジネスを始めるとしたら、未来にできる借金のために今のうちに稼いでるっていう言い方もできるわけなんですよね。結局はね、全てのビジネスとか商品活動、売買活動ってお金のためにやってるんで、これは恥ずかしがるべきではないと思います。そして恥ずかしがるべきではないどころかですね、最高に真面目に血みどろで全知全能をかけてやるものがビジネスなんですよ。手を抜いて片手までできるような、そんな力ないですからね。しっかりとね、心の底から自分はビジネスをやって、目の前の人に尽くして尽くして尽くしまくるんだと。そのためには自分の労力を割くことを惜しまないんだというね、その精神を持っていけば売れないものはないです。はっきり言ってね、そこまで考えてないと思うんですよ、売れない方っていうのは。で、吉谷さんがやってるように、そして私もやってるようにですね、再生数の少ないものに対してモチベーションが落ちるっていうのはどういうことかっていうと、やっぱりビジネスをね、舐めているんだと思いますし、お金を舐めてるんだと思いますし、借金とかローンってものに対しての取り組み方がね、全然甘いと思うんですよ。それは1億円なんて夢のまた夢ですよ。まずは100万円とか10万円稼いでみてください。10万円ですらまだ稼げてないんじゃないかと思うんですよ。セルフバックで10万円も稼げないと。ましてやですね、自分の商品1万円とか5万円とか10万円の商品作ったことがない、さらには売ったことがないってことになると、これはちょっとね、1億円どころの話ではなくて、ただですね、そのビジネスってものに意識をすり減らして、やったつもりでできてないっていう最悪の状態になってしまいます。まあ、ですので私はね、こう思います。動画をもしね、ビジネスで使うんでしたら、再生数をまず1にしてください。その1という再生数に対して真摯に真面目に心の底からセールスをしてみるという、そのトレーニングの繰り返しだと思うんですよ。もちろんセールスをいきなりしても売れるもんではありません。しっかりとですね、アプローチをして、クロージングをして、フィルタリングをして、その方が本当に求めているものは何だろうかっていうことを発信によって探っていくんですよ。発信が悪ければその1再生が去っていきますよね。でもその1再生がずっと続くということは、きっと発信と受け取る人のその再生数を1を作り出している視聴者さんとの心が通じている瞬間なんですよ。だからそういうふうにして手下がりかもしれませんけども、もう1をね、侮らないことなんですよ。1円を侮らないことなんですよ。1億円でも10億円でも1円の積み重ねでできていると。再生数の100だろうが1万だろうが100万だろうが、それはたった一人の人が見に来たというものの集合体だということね、忘れないようにやっていただきたいかなと思います。今回の放送は以上です。